F1 のステアリングは車の方向を変えるだけではありません。ステアリングを握る部分以外にはあらゆるボタンやスイッチが搭載されています。このボタンやスイッチをドライバーが操作することで簡単に車の状態を変化させることができるようになっています。2015年のサウバー C34 のステアリングを例にボタンとスイッチの機能を解説します。